Hey guys, welcome back for more Samurai Maiden. So I accidentally did chapter 13 and it was not recording. Yeah, so if I play that, it is not gonna play the scenes. So if you wanna see the scenes, okay, I'll play it here. I'll just play the scenes for 13. Okay, from the start, this one. Then 14 afterwards. あなたたち、どうしてこんなところにいるのです?警告したはずでしょ?ああ、伏木なんとかの人!伏木庵、剣心です。人の名前はちゃんと覚えなさい。失礼ですよ。ごめんなさい。伏木庵、剣心さんね。覚えました。大変よろしい。つむぎちゃん。こんな人に謝る必要なんてないし、名前も覚えなくていいのよ。やれやれ、かわいそうなお嬢さんです。私をこんな人呼ばわりするとは、どれだけ目が曇っているのですか。鋼さんと言いましたか。紬さんに不心得を吹き込んだのもあなたでしょ。吹き込んでないわよ。人聞きの悪いこと言わないでくれる。見れば、装いもハレンチ極まりない。人柄は見た目に現れると言いますからね。業が深いことです。別にハレンチじゃないでしょ。ねえ、つむぎちゃん。ちょっとエッチかなとは前から思ってた。つむぎお姉さま、って何ですか?それは、その…イオちゃんはそんなこと知らなくていいの!ほら、お仲間にもエッチだと思われているではありませんか。あなた、エッチって言葉の意味知らないでしょ?言葉の意味などどうでもいいのです。あなたはエッチ、それが真理です。だったらエッチで結構よ。私は気に入ってこの格好をしてるんだもの。それにエッチがいい意味である平行世界だってどこかにあるはずだわ。あなたの常識でエッチを測ってほしくないわね。ふーん、三千世界を持ち出すとは。目が曇りまくっていてエッチな割には妙なところで聡明なのですね。お姉さま、お二人は何のお話をしてるんですか。私に聞かないでよ。わかるわけないでしょ。万物は流転し、その意味も無限に存在する。なるほど、それも真理。私が間違っていたようです。認めましょう、鋼さん。あなたは賢い方らしい。申し訳ないことを言ってしまいました。先ほど言ったそしり走りの数々、あれは撤回します。分かってくれればいいのよ。そこまで賢いのになぜ魔王の力など求めるのですか。それが私にはわからないのです。あ、話が戻ったみたい。あのね、剣心さん、私たちは魔王の力なんて求めてないってば。その言葉は受け入れられません。だったらなぜこんな場所にいるのですか。魔王の祭壇までほど近いこの場所に。それを理由に私たちを疑うなら、あなただって怪しいでしょ。こんな場所で何をしているの。あ、思い出しました。そうです、こんなところで油を売っている場合ではありません。早くあの子を探さなくては。あの子。私はもう行きますが、決して魔王の祭壇に近づいてはなりませんよ。いいですね。それでは失礼します。
か。小耳さん、剣心さんと鋼さんがやり合ってる間ずっと黙ってましたね。あの意味のない会話のどこに口を挟めというのだ。言っただろ、相手にするだけ無駄だと。いいえ、無駄じゃなかったわ。やっと言いまかした気がするもの。そうか、それは良かったな。では魔王の祭壇へ急ぐぞ。思い出作りも悪くないかもしれん。仏の顔も三度までという言葉を知らないのですか？あなた、自分のことを仏だって言いたいわけ？亡者の分際でさすがにずうずうしいと思わないの？はて、私ほど御仏の教えを知り、その心に近しい者はいないと思うのですが。御仏だって、うんうん、大体仏でいいよ、とおっしゃるに違いありません。いいえ、おっしゃっています。私には御仏の声が聞こえるのです。だったら、それは幻聴よ。カラクリの耳と交換することをおすすめするわ。忠告しましたね。魔王の力は人が手にして良いものではないと警告しましたね。魔王の祭壇に近づいてはならないと。なのにあなた方は三度も私の言葉を無視しました。三度もです。二度あることは三度あるっていうものね。はあ、ああ言えばこういう。もうへりくつはたくさんです。あなたね、どの口でそういうこと言えるの？ああ言えばこういうへりくつ屋はそっちでしょ。よろしい、御仏の教えを直接あなた方の体に叩き込んで差し上げます。少し痛いかもしれませんが、ありがたく受け入れなさい。残念だな、やっぱりこうなっちゃうのか。できれば話し合いで分かってほしかったんだけど。剣心さん、私たちも急いでるの。力ずくで通らせてもらうわ。どの会話を確認いたしましょう。今度こそ本調子だったはずなのに、この私がここまで押されるなんて。それほどの力がありながら、なぜ悪の道に走ったのですか。ああ、私ならきっとあなたを正しい道へと導けたのに。出会うのが遅すぎました。それが私は悲しいのです。この後に及んでまだ勘違いを認めないの？すごい分からずやっぷりね。どうすれば分かってもらえるんだろう。別に分かってもらえなくてもいいんじゃない。ここで殺しちゃいましょう。それが一番手っ取り早くて後腐れもないわ。それはちょっと。曲がりなりにも相手は私たちを殺そうとしたのよ。ここは紬ちゃんが住んでいた平和な世界とは違うってこと忘れないで。鋼さんの言うことは分かるんだけど、でも亡者だから殺してもいいのかって思うと、やっぱりためらいがあるっていうか。甘いわね。甘いな。私も甘いと思います。お姉様の気持ちは分かりますけど、
でも…賛同者なしか…そういえばみんな戦国時代の忍者なんだっけ。すっかり忘れてた。私を殺すのですか？困ったな。待って、ケンシンちゃんを許してあげて。シンゲンちゃん、こんなところにいたのですか。ケンシンちゃんもちゃんと人の話を聞かなきゃダメでしょ。このお姉ちゃんたちはいいお姉ちゃんなんだよ。いいお姉ちゃんたち？そうなのですか。どうやら知り合いのようだが。シンゲンちゃん、この人に話を聞くように言ってくれない？話を聞かなきゃ、その殺さなくちゃいけなくなっちゃう。だってどうする、ケンシンちゃん。あ、はい、ちゃんと聞きますので。なんですって。それじゃあ、あなた方は魔王の力を手に入れようとしているのではなくて、反対に魔王を倒そうとしているのですか。しかも紬さんが未来から召喚された調律の巫女だとは。なるほど、そう言われて改めて見れば気品と神々しさが感じられます。また適当ばっかり言って。それならそうと、なぜ言ってくださらなかったのですか。はあ、何回も言ったよ。紬お姉様、紬お姉様、今気づいたんですけど。ん？何？今気づいたんですが、この方たち多分上杉テルトラ様と武田春信様です。とても偉いお方ですから、あまり無礼な振る舞いは控えた方が。上杉武田謙信さんと信玄ちゃん。ああ、もしかして上杉謙信と武田信玄だったの。そこは授業で習ったから知ってるわ。戦国時代の名将じゃない。道理で二人とも強いわけだ。おや、遠い未来まで私の名が伝わっているのですか。それは嬉しいですね。どんな風に伝わっているのでしょう。それはその細かいところは覚えてないです。ごめんなさい。ほら、信玄ちゃん、ちゃんと勉強しないとこの人のようになってしまいますよ。お姉ちゃんのような人？ごん、その話は置いといて。謙信さんって呼べばいい？信玄ちゃんは信玄ちゃんでいいよね。ええ、それで構いません。うん。それにしても戦国武将ってジャンルの人は本当に人の話を聞かないのね。ごめんなさい、そのことに関しては本当に申し訳ありませんでした。上杉様は何年か前にご病気で亡くなったとお聞きしました。どうしてこんなところにおられるのですか。この二人は亡者だと言っただろうが。いかにも、私はすでに死んだ身。しかしここは地獄なのですよ。あなた方のような聖者こそ珍しいのです。それはそうか。じゃあ謙信さんも信玄ちゃんも死んで地獄に落ちたんだ。紬お姉様、そんなはっきりと言わなくても。ああ、いいのです、事実なのですから。死んだ後、気がついたらこの姿で地獄に立っていました。上杉様は偉いお坊様だったはずです。なのにどうして地獄になんて。
私もそれを考えたのです。なぜなら私には地獄に落ちる理由がありません。心当たりが一切ない。そう言い切れるのもなんだかすごいな。私だったら地獄に落ちたのはあのせいかも、それともこのせいってめっちゃ悩むと思うわ。であれば仏様が私を地獄に送られた理由が別にあるはず、そう思い至りました。そんな時この冥界が発生したことを知ったのです。誰かが魔王を復活させようと目論んでいると、ならばそれを止めるのが私の使命であるはず。それで魔王の祭壇を目指してるんだ。剣心ちゃんはああ言うけどさ、生きてる頃に戦だなんだって何人殺したと思ってるの？二人とも地獄行きで当然だと思うな。そこは受け入れてるんだ。でも信玄ちゃんも何か心残りがあったんだよね。強い人と力比べしたかったから、もっともっと戦いたい。誰よりも強くありたいという純粋で無邪気な欲求が、死後今の信玄ちゃんをこのような見た目にさせたのでしょう。じゃあ剣心さんが女の人になってるのはどうしてなの？それは私の魂が美しいからに決まっているでしょう。分かりきったことです。微妙にそうとは思えないんだよな。何か言いましたか？何も言ってないよ。まとめると剣心さんの目的は私たちと同じってことよね。だったら魔王の祭壇まで一緒に行かない？それはお断りします。え、なんで？剣心さんくらい強い人が一緒だと心強いんだけどな。私たちだって少しくらいは戦力になると思うし。先ほども言いましたが、これは私に課せられた使命なのです。他の人の力を借りるわけにはいきません。仏様はそんなにケチくさいこと言わないと思うけどな。どうしてもダメ？ダメです。もし紬さんが私と同じ道を歩まんとするならば、いずれまたこの地獄のどこかで巡り合うでしょう。信玄ちゃんはどう？私たちと一緒に来ない？ううん、行かない。どうして？力比べの2回戦目もまだだったよね。お姉ちゃんたちはもう敵じゃないから。剣心ちゃんを助けてくれた恩人だもん。信玄ちゃん、それにお友達とは本気で戦えないでしょ。あ、信玄ちゃんが勝手にお友達だと思ってるだけなんだけど、迷惑だった？ううん、そんなことない。私たち友達だよ。よかった。これで心置きなく剣心ちゃんと一緒に行けるよ。剣心ちゃんは信玄ちゃんがいてあげないとダメダメだから。そっか、じゃあ残念だけどここで一度お別れってことなのかな。剣心さんも信玄ちゃんも魔王を倒したらまた会おうね。もちろんだよ。そっちのお子様とまだ力比べの続きをしなくちゃだし。もう友達とは争わないのではなかったのか？それとわらわの名前は？お子様とは友達じゃないもん。だから名前も覚えてあげない。ふん、そうか。もし信玄ちゃんに勝てたら名前を覚えてあげてもいいよ。その代わり信玄ちゃんが勝ったら強制的にお友達だから、それでいい？うむ、よいぞ。約束だからな。うん、約束。ここからは別の道を行きましょう。あなた方にも御仏のご加護があらんことを。では失礼します。
なんだか不思議な人たちだったな。敵なのか味方なのか途中からよく分かんなくなっちゃった。きっとみんな同じなんだと思います。戦う理由が違ったりすれ違ったりするだけで。ただ戦わないという選択肢がないだけなんです。私たちには。戦いたくないなら戦わなければいいのに。戦いたくなければ戦わなくていいなんて理屈聞いたことがありません。戦わなければただ奪われて殺されるだけです。それが私たちの生きている時代なんです。戦国時代っていうのはつくづくなんて言えばいいのか。ごめん、私の言葉じゃうまく言い表せそうにないや。でも紬お姉様は行動で示してくださいました。上杉様を殺さなかったし、武田様とお友達になられた。誰にでもできることではありません。いや、それは買いかぶりすぎっていうか、私はそんなに頭良くないし何にも考えてないだけだし。知っている。知った上でわらわたちは紬、お主を信じて託した。後になって文句など言わぬ。みんなが信じてくれた分、助けてもらった分は調律の巫女としての使命を果たすことで返すよ。でもこうも思うんだ。魔王の祭壇に着いたら信長さんか謙信さんが全部終わらせておいてくれないかなって。私の出番とか本当にいらないから。もうさ、信長さんに何をしておったのだ小娘とか怒鳴られてそれで終わりでいいよ。そういうのが理想。お主なあ、そういうところもうちょっとなんとかならないのか。私は紬ちゃんのそういうところ好きよ。お姉様らしくていいと思います。そうやってお主たちが甘やかすから紬がつけ上がるのだぞ。分かっておるのか。まあまあまあ、私のことはどうでもいいからさ。ここを降りたらもう魔王の祭壇なんでしょ。さっと行ってパッと終わらせちゃおうよね。やれやれ、緊張感のないやつだ。これでも緊張してるんだよ。精一杯ごまかしてるの。それじゃあ行こうか。たくさん思い出を作りたいな。 Okay, let's start chapter 14. That was 20 minutes. Normal. The Demon Lord. Come on, let's go. Are we gonna face him now? Oh, instant start? Okay. For the first time, right? It instantly started.Like, there's usually a lot of cutscenes before we start a battle. But now, just go. Advance. Dude, we exploded everything. Get it!
よ。倒せましたね。よきよき。先を急いだ方がいいわね。Okay, I need a shrine. I'm half health now. それ。それ。Dude, who is the demon lord, by the way, and what does it look like? I'm pretty, hyped up. 注意して。何か仕掛け。しっかり見極めるのだ。お縄の術。お耳ちゃん。Ow, ow, ow. やるじゃん。いよだ。ヤギ、行け。それ。と、ヤゴ。と、ヤゴ。ほぐ。ほぐ。敵が出現しました。と、ヤゴ。と、ヤゴ。と、ヤゴ。周囲をよく見るのだ。いよちゃん。と、ヤゴ。いや。と、ヤゴ。と、ヤゴ。それ。と、ヤゴ。行け。もう少しで倒せそう。Okay, this too. Let me heal, let me heal. Let's go, let's go. Up. Nani? Oh, shit. Shui, look, mira no da. Shikari, mikiame no da. Ais no ogoki o yoku mite. Otsutsuite ikimasho.Okay, hopefully there's a heal here. Hopefully. Sore! 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 Memory fragment. What is this? Elevator?How many enemies? Only one? Ow, what the hell? Okay, where's the door? Okay, here we go.
合を入れ直した方が良さそう。つむぎちゃん、遠慮はいらないわよ。The two ogres. よく相手の様子を見るのだ。あ、what the hell? やるじゃん。と、やっ。Why am I dying now? Komimi-chan, to yakun. Sore. To yakun. Sore. To yakun. 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 To yakun.Okay, they never die. What the hell is this? Why they're so tanky? I don't want to use my heal yet, that's why. The hell is that? Sore, to Io chan, yakka! Hagane to, hon! Komimi, sore, hyōdoku shūdo! Yakun! To, yakun! Sore, to, yakun! Kurae! Sore! Hagane to, yakun! Sore, to, yakun! Komimi chan, hyōdoku yaru jan! Io to, yakun! Koko da! Shitta! Yaru jan, to, yakun! Yoi zo!それやるじゃんとやばこみみちゃんもうまだまだそれそれそれイオちゃんよろだれ起きましたリング変化の術よいじゃん Okay, I got no choice now. If I die, I'm gonna have to repeat the level.Christ, that was hard. Oh my god. I need heals now. I don't need bombs. Keihai got changed. Keep careful. Nanda ka,
嫌な感じがする。からくりの準備はできてるわ。あまり無理をするなよ。ここが魔王の祭壇？剣心さんたちはまだついてないみたいね。すごい正気だ。これで眠っている状態とは、魔王とは、蘇ったらどれほどの力を持つのだ。少なくともここには住みたくないわね。体の部品が正気で錆びちゃう。信長様、先についていらしたんですね。遅いぞイオ、それに紬たちを。待ちくたびれたわ。ごめんなさい。あの、信長さん、魔王はどこ？眠っているうちに倒しちゃいたいんだけど、どうしたらいいの？その祭壇に祀られているのが魔王だ。今はなんとか俺のあつ森で魔王を抑え込んでおる。力があるのかな。これが魔王なのか。っていうか魔王ってこんなに大きいの？これじゃあ首を落とすのも一苦労。って首取れてるじゃん。刀でギコギコやらずに済みそうなのは良かったけど。何なのだこれは。これではまるで魂のないムクロではないか。小耳ちゃん、どうしたの？あ、いや、なんでもない。紬の言う通り、あの大きさでは首を落とすのは難しそうだ。どうするのだ、織田信長。見ていろ。見てるだけでいいの？そうだ。お前たちはただそこで見ていればいい。三度目は言わせるなよ。大丈夫、信長さんの言う通りにしましょう。きっと信長さんが魔王をどうにかしてくれるんだよ。でもなんだかいつもの信長様じゃないみたいで、私なんだか怖いです。信長さんのこと信じてるんでしょ？だったらきちんと見届けなくちゃ。はい。では始めるぞ。またあの踊りやるんだ。人間50年。雰囲気が変わったわね。迫力があるっていうか。下天の内をフラブレバー。信長め、ただのムクロに何をしようというのだ。これで魔王を倒せるのですね。信長様が望んだ戦のない世の中に。夢幻のごとくなり。何？なんか急にゾクッときたんだけど。そうか、ずっと聞こえていたのはウヌの声だったのか。俺の心に語りかけていたのは魔王よ。お前だったんだな。信長様、誰と話してらっしゃるのですか？お前には聞こえないのか、イオ。だってここには私たちと信長様しかいません。他には誰も。おるではないか。
魂を失ってさえ地の底から響く悲しい声の主が。そうか、悲しいのだな。俺にはわかるぞ、ウヌの絶望が。俺には聞こえるぞ、ウヌの鳴き声が。この振動は魔王が信長の声に呼応しているのか。ダメです、信長様、魔王と話してはいけません。それは分かり合えるようなものでは。お前には、いや、お前たちには分かるまい。だが魔王が垂れ流す慟哭が俺の胸に響いてやまぬ。まさか魔王を蘇らせる気じゃ。信長様は魔王を、いえ、魔王の力を手に入れようとした明智様を討ってくださるのではなかったのですか。光秀は見つからなかった。もしかしたら最初から魔王の祭壇などを目指していなかったのかも。どういうことですか。約束は守ろう。お前に見せられなかったのは残念だが。信長様は何を言っておられるのですか。私には分かりません。きっと死ぬまで分からぬだろうよ。それならばいっそのこと。信長さん、何をする気？信長様、どうして。今までご苦労だった。今までどういう意味ですか。やり方を変える。お前には耐えられないだろう。いや、俺はお前に悲しい思いをさせたくないのだ。これは慈悲だと思え。鋼さん、イオちゃんを信長さんから引き離して。任せて。それ。信長様。素早いな。イオを殺し損ねてしまった。今何をしようとしたの。答えて、信長さん。説明されねば理解できぬほど察しが悪いわけではあるまい。なんで、どうして。いくらなんでもこんなのひどいよ。イオちゃんは信長さんのこと信じてたのに。私だってたことではない。お前たちが勝手に信じただけ。いや、信じたかっただけだ。私のことはどうでもいい。でもイオちゃんを裏切ったことだけは許せない。この子はあなたに命じられて、あなたを信じてここまで来たのに。紬お姉様、俺は言ったはずだ。正しいと思うのなら使命を受け入れる。選んだのはイオ自身だ。イオちゃんはあなたの野望のために使命を受け入れたのよ。そう責めるな。俺も光秀を殺し、その後魔王を滅するつもりで乗り込んできたんだ。だがここへ来て魔王を見て気が変わった。気が変わった？どうして。わからんのか。素晴らしいではないか。この力の前にはどんな名刀も百丁の種ヶ島も及びはしない。光秀目には最
たいないというものならば俺が使ってやろう。俺は魔王となって地の果てまで文字通り天下のすべてを手に入れる。ワクワクするではないか。嘘よ、あなたはそんな人じゃない。知ったふうな口を聞く。小娘ごとき何がわかるものか。対俺何を知っているというのだ。信長さんがどうして戦を続けるのか聞いたわ。この世から戦をなくそうとしている人が魔王の力に目がくらんだ。そんなわけない。よから聞いたか。魔王の力でそんなことしたら歴史が変わっちゃうのよ。わかってるでしょ。文句があるのなら俺を止めてみせろ。やり方はわかってるな。やり方ってそんなの嫌だよ。つむぎちゃん、気をしっかり持ちなさい。信じたくないだろうけど現実を見なくちゃダメ。刀を抜くのだ、つむぎ。戦いたくないから戦わないなどという理屈はあの男には通じんぞ。戦国時代だからって言うんでしょ。でもそんなのって、そんなのって。信長様、本気なのですか。魔王の力というのは私たちを裏切ってまで手に入れなければならないのですか。くどい。俺は魔王になる。いや、ならねばならんのだ。そんなこと歴史が許さない。歴史がどうなるかなぞ、それこそ知ったことではないな。クソくらいだ。あなたって人はどこまで。ふん。魔王は目覚め、亡者どもは仕えるべき主を思い出すか。是非もなし。紬よ、刀を抜け。こんなにたくさん敵が。生き残るために刀を抜け、紬。新たな魔王の道を阻む覚悟があるならば今ここで俺に示してみろ。うわあ。Okay, we're about to lose now. I don't have any heals. Okay, careful, careful, careful. こんなに倒しても倒してもキリがないわね。わらわの力も。どうだ。それ。衝突シュート。鋼さん、しびれなさい。と、やぶ。と、やぶ。それ。くわえ。鋼さん、ら、それ。それ衝突しイオちゃん、ツバメ花とヤブンとヤブン、それいけとヤブン、ここだ。それとヤブン、それそれツバメ花火とヤブン、それとヤブン、それとヤブン、それ。
die! それ我が野望の前に立つ者は全て切り伏せてきた。時は満ち、進化の裏切りで身を焼かれ、メイドに落ち、眼前には無数の亡者と誠の魔王が去ると貴重が聞いた。さぞ驚くだろう。やぶん、それツバメ花火で、とやぶん、小耳ちゃん、しっそれ鋼さん、雷剣射出、イオちゃん、いけ、とやぶん、小耳、それくらえ、やぶん、それそれ、とやぶん、とやぶん、それ鋼さん、しびれなさい、ミミちゃん、くわえ、と、やぶん、と、やぶん、と、やぶん、それ、と、やぶん、と、やぶん、と、やぶん、それ、と、やぶん、と、やぶん、21,000 orbs now. Stop. I defeated everyone. これが、加減進展流の戦術よ。I was pretty scared there. Those enemies hit so hard. B. 今日はカラクリの調子が良かったようね。At least we learned our. We got a lot of. 強くなったな。褒めてやろう。だが、そこまでだったな。信長さん。やめて、やめなさい。これは返しておく。俺にはもう必要なくなった。え、これは私の教科書？なくしたと思ってたのに、どうして信長さんが持ってるの？紬よ、お前は知っていたのか。今日本能寺で何が起きるはずだったのか。知らない。何の話をしているの？そうか、知らなかったのか。俺はな、今日光秀が起こした謀反によって殺されるはずだったんだ。ここ本能寺で死ぬはずだった。どうして？光秀さんはあなたに勝てないから魔王の力を手に入れようとしたんでしょ？だったら信長さんが死ぬわけないじゃない。その教科書とやらに書いてあったぞ。天正十年6月2日本能寺にて織田信長死すと。それが本来の歴史らしい。そんなのって、だから魔王になろうと思ったの？自分が死ぬ運命から逃れるために？言い訳はせぬ。信長さん、織田信長、やめなさい！魔王になってどうするつもり？それを話してどうなる。俺はもう後には引けんのだ。そのために人の心を切って捨てた。本来の歴史などというくだらんものを叩き潰し、前へと進もう。そして俺が通った跡が新しい歴史になる。魔王になって最初に私を殺すの？つまらんことを言うな。これでも俺は紬、お前のことを認めているんだぞ。お前はよくやった。ただ果たせなかっただけだ。殺しはしない。もはやその価値もない。私の話を聞きなさい、織田信長。そうだ、本能寺へ行かなくては。
まずは俺を殺そうとした光秀に俺が魔王になったことを知らせてやろう。それを新しい歴史の始まりにしようではないか。お前を殺すよりよほど楽しそうだ。そんなことさせない。させない？どうやって？立っているのもやっとなのに。私の体しっかりしなさい。ここで信長さんを止めなきゃ何のための調律の巫女よ。お前はここでじっくり眺めていろ。そうすることがお前にとって死ぬより辛いはずだ。信長様、どうかどうか思いとどまってください。騒がしくなってきた。頃合いか。どうしてこんなことをなさるんですか。どうして？魔王の力を知ればそのようなくだらんことを問う気も失せる。しかしそれをお前に理解してくれなどとは言わん。理解できるとも思わん。待ってください信長様。一つだけ教えてください。なんだ、言ってみろ。あの時お祭りの夜、信長様はおっしゃられました。戦のない世の中を実現するために天下を手に入れるんだって。それが自分の歩む波動なんだって。その信長様の野望のために私に生きろって。あの時のお言葉は嘘だったのですか。どうか思い出してください。信長様、こんなことになるならどうして私を拾われたのですか。私は何のために今日まで生きてきたのですか。教えてください、信長様。知れたことよ。いや、お前は俺が魔王となるのを見届けるために今日まで生きてきたんだ。そんなのって。もう話すこともない。思い出はこの古い歴史ごと捨てていく。お前たちはただ絶望に打ちひしがれている。さあ魔王よ、我が魂をくれてやる。代わりにお前の力を俺によこせ。歴史を、運命を変える力を。これが魔王。勝てるとか勝てないってレベルじゃないよ。こんなのとどうやって戦うの。お前たちの恐怖が伝わってくるさ。信長様が魔王になってしまわれた。俺はもう人ではなくなったんだな。いいよ、もうお前が憧れの目で俺を見上げることもない。だがそれでよい。俺は自らそうなることを選んだのだから。目指すは本能寺。まずは光秀の軍勢ごと踏みつぶしてくれよ。
まわれた。どうしよう、信長様が魔王になってしまわれた。お姉様、私どうしたらいいんですか。落ち着いて、イオちゃん。でも、お姉様。それよりも、鋼さんと小耳ちゃんの様子を見てあげて。はい。信長さん、いえ、魔王は本能寺へ向かってる。そうなったら歴史が改変されちゃうんだ。その前に追いついて止めなきゃ。絶対に止めなきゃ。Okay, I honestly didn't think that it was gonna be Nobunaga. I mean, Nobunaga is always like portrayed as a bad guy in every game. Samurai Warriors, Sengoku Basara are everywhere. But I thought in this game it's gonna be different. But it turns out he is still the demon after all. Anyways, we're gonna do chapter 15 in the next one, guys. So I'm gonna see you then. Bye bye.